令和の牛。はい、皆さんこんにちは、令和の牛チャンネル、本日はですね、お肉博士の、裏話ということで、本日は特別ゲストに、お越しいただきました、株式会社、ハルビア代表トリマック社長、トマッピ社長にお越しいただきました。どうも、トマッピーです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日はお忙しいところありがとうございます。いやいや、駆けつけますよ。でもありがとうございます、はい。本日はですね、トモハッピー社長にお越しいただきまして、僕が令和の虎チャンネルで、オールになった企画となりました、トモハッピー社長にお越しいただきまして、当日の、裏話など、真意など、聞いていただきたいと思いますので、はい、ぜひ最後までご視聴くださいませ。はい、ということでね、まあ当日は大変あれに荒れた回でしたが、そうですね、はい、最後にトモハッピー社長の、男気で518万円という金額を、一人出ししていただきましたが、まあね、はい、男気っていうかなっていうかね、はい、結構あの出そうと思ってましたよ、ずっと。あ、本当ですか。はい、ただそのままだとちょっとどうしようかなって思って、はい、歌舞伎町違うと思うんだよなって言って、まあでも誰かそのまま出すかもしれないし、はい、とりあえず黙って聞いてこうって途中から思って、はい、最後もうガンガン詰められてるし、岩井さんにキレられてるしね、まあでもキレられてるのもわかるけど、え、昨日もキレたんすかみたいな、なんかよくわかんない追い打ちだったことが判明しつつね、はい、いやでも結局あの場では田中さんはすげえ頼りなかった、はい、そうですね、めちゃめちゃ頼りなくて、はい、見た方も多いと思うんですけど、普段の田中さん、僕が記憶してる田中さんとは違って、はい、やっていけるのかな本当にと思って正直、はい、出してあの条件だったらまあいいかなとかうまくいくかなって感じたけど大丈夫かなと思って、はい、岩井さんに聞いたら彼はやり遂げる男ですってもうノータイムで帰ってきたんで、はい、じゃあトマッピー行きますって言って、ね、出しちゃったわけですけどね。ありがとうございます。やっぱりコメント欄でも岩井社長の、はい、やりきると思いますっていう発言がすごく響きましたってコメントが非常に多かったです、はい、うん、もうなんかすぐ自然体で出てきましたよね。なんか一瞬、ね、あれカットされて2分考えてカッコつけて言ったとかじゃなくて、そうですね、すぐパッと出てきましたからね、はい、結構令和の虎って言ったらね、はい、こう長い時間やるのをギュッとねこう詰めてお届けしてるっていう回もあるんで、はい、わかんないですよね、見てる方は ね、 そこら辺ね。でもあれは本当にリアルタイムで、うんね、即答で、あの時どう思いました、はい、いや本当に岩下社長のお言葉で救われたし、うん、あ、これで出るかなと思いました。ああ言ってもらえて出るかなは正直もう頭の中がそれどころじゃなかったのでなんかもうそれを出る出ないとかってもうなってなかったですか、正直。こう正気を保ちながら、はい、こう表情を崩さないのが精一杯みたいな感じ で、 そうですね、だって相当もうムード悪かったですよね、はい、でもやっぱり岩社長の言葉で僕もやっぱり感動したというか、なんか、はい、そんな風に思っていただけたんだなっていうのは思いました、うん。やっぱね、僕よりも全然普段をね、もう100回くらいお会いしてますもんね、きっとね。かなりの数は、はい、うん。そんな岩井さんが言うならもう何が何でもやり遂げてくれるだろうと思って、はいはい、実際あの条件だったら僕もなんか近くにあったら便利だし、はい、協力できるしだったりとか、はい、さらにそれを周りの人にね割り振ってもういいとかだったら高田馬場だったらいいかなって本当に思ったのもありますし、はい、今回のプランがね、令和の虎チャンネルへの投資になると思ったんですよね、はい、うん、僕はもうずっと出させてもらってて、この令和の虎チャンネル、ここは令和の牛チャンネルですけど、はい、紛らわしいですね令和の虎チャンネル自体がすごいこう魅力あるチャンネルで、今後まだまだ行くだろうなこのチャンネルって思ってて、で、そしたら、はい、その令和の牛さんも焼肉店も成功しやすいし、はい、チャンネルもまだまだ伸びるし、そのことにもつながるし、だからここを応援することは、はい、結構自分の活動と近いんで、すごいいいかなって思って、だナイスプラン、ありがとうございます。だから運だけとかじゃなくて、はい、プランが良かったんです、僕にとって。それもあります。でも歌舞伎町だとちょっと、そんな歌舞伎町行かないしなみたいな普段あまり行かれないですね。そうですね、やっぱ馬場に比べたらね、うん、会社あるんでね、はい、はい、そうですよね、たまに行きますけど、今後トマピ社長お忙しいとは思いますが、はい、この令和の牛チャンネルで、僕のお店のオープンまでの、はい、こうヒストリーとかも、お届けしたいなと思っておりまして、あ、ぜひぜひ、お時間、はい、ありましたら
また一緒に撮りたいなと思っております。あ、 OK です、 OK です。僕も、はい、あの自分でカードショップをオープンするときに結構こうストーリー、道中のストーリー、内覧から結構撮って、はい、あの動画したりするんですよ。でも内覧はあの制約しないと使っちゃダメって言われますけどね。あ、そうなんですか。社内資料向けだったらいいけど、YouTube でのはあの借りてからにしてねって、したたかだなとか思いながら、減るもんじゃないしいいじゃんと思って思うんですけど、まあ、オーナーさんとかはなんか嫌がったりしますよね。そうですよね、うん、まあ、使われてる感じになっちゃいますもんね、はい、ただもういくらでも決めることあるじゃないですか、はい、これから勉強して検討して決めることいくらでもあるんで、はい、いちいち動画にしてったら、はい、結構見てる皆さんもビジネス興味あると思いますし、佐野博さんがねやる焼肉店、はい、興味あると思うんで、はい、面白いと思いますよ。あ、わかりました、はい、ぜひやっていただきたいと思います、はい、僕もあの可能な限り協力しますんで。ありがとうございます、はい、今のあれですか、神々ジョーさんみたいなそうですね兄弟チャンネル一応兄弟チャンネルですからね、はい、はい、本日は、トマピー社長にお越しいただきました、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。またお願いします。トマピーチャンネルもぜひチェックお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。